ちゃん TV の星ちゃんです。エンド、マサヤです。いや、僕の紹介は大丈夫です。大丈夫。いや、大丈夫じゃねえ。大丈夫です。え？で、今日はあれですか、はい、もう着てるんですけど、私。え？このピーコックジャケットね。あ、そっからですか。はい、いきなり。今回はウィーク10。え、シュプリームウィーク10で。ですよね。ちょっとやっていきましょうか。で、10の商品説明をする前に、うん、今意気込んで。意気込んで。はい。着用されたそのチャイナジャケットの説明が入る。チャイナジャケット一応着てますけど、はい、これをね、はい、ちょっと前の動画で言っちゃったから、はい、着た写真ね、はい、を今喋ってる最中差し込んでるかもしれないけど。はいはい。おしゃれですね。え？おしゃれですね。見てねえじゃん。あのこんな格好をして行って、はい、これを着てこんななったよっていうね。はい。だからこういう崩し方で私は着てますっていうのを。はい。ちょっとアピールしとこうかなと思って。はい。はい。そうですね。そうですね。はい。はい。こんな感じで大丈夫ですかじゃあ。大丈夫です。脱いじゃっていいですか？暑いんで。え、脱ぐんですか？脱ぎます。暑いから。そのまま行ってもらっていいですか？暑いです。暑いで脱ぎますね。じゃあ何ですか？え？何ですか？いやいやもう、いや、シュプリームウィーク10、はい、行きます？量多いんでパッパと行っちゃいましょう。パッパと、その前に、はい、行っていいですか？うん、あのウィーク9にゲットしたやつ。あのまだ行ってないの俺。ウィーク9ゲット、ウィーク9にゲットしたやつ。これ当ててないんですよ。またまた当ててないです。なんか買ったの？はい、なんか買ったんです。なんか買ったんです。時計、時計買えなかったのよ、これが。またあ、そうなんですか。はい。で、俺時計も開けたんだろ、はい、途中で、はい、途中でっていうか買う前に、はい、どうせ多分無理だったんで。あれ先生何でしたね。あ、あれか、あれです、ネペンテスだ。ネペンテス、ネペンテス。俺土曜日か日曜日代官山の支部の前通って、うん、なんかチラッと車だったんで見たんですけど、うん、結構あの柄も残ってましたね。多分フリーソーあるじゃない、まだ。あ、そうなんですか。ネットでも多分残ってると思う。へえ。で、俺ツイッターでね、ちょっと滑ったの、はい、なんかなんで滑ったか分かんないけど、はい、でこれを狙い、何狙うんですかって確か来たの、はい、でこれを行きたいと思いますんで、はい、ちょっと一人の人に何があったっけ、キスに。これ、もう全然多分死に、あ、って思う。またこれ、ジャンプマンです。はい。エイプです。はい、はい、で、これ形も見てないんだけど、はい、いくよ、はい、マセ、買ったんだ。え、買ったの？本当に分かんない。分かんないでしょ、うん、チューリップハット、ね、違う、絶対分かんないと思う。これね、っけ、あのリスで拾いました。リスで食いました、これ。あ、ってことは結構レアなやつなんですか。レアじゃないんじゃない。え、リスってなんですか。リストックですかね。だから一回そこなくなったってことですね。なくなったと思う。行くよ。じゃあレアじゃないですか。いや、わ、分かんない、レアじゃないのか分かんない、調べてねえから。はい、ドーン。パンツ、パンツ黒白。これね、俺オレンジブルーみたいな、ね、グリーン、あ、オレンジ、オレンジでピンか。あれ高い、高いよ、高いって言ってたじゃん。はい、して俺らのずーっとね、撮影後に俺悩んでたのよ、はい、どうしようかなと思って、はい、して俺はあのグリーンはさすがに俺履けないから、はい、黒白いいなと思って、はい、黒白いいって、あ、でけえな。でけえな、これあの M です。でけえっす。あ、これ M なんですか。これ S の方が良かったな、これ。あ、すごこれでかいね。あ、けどそれ良さそうっすね。これ一応 M です。2万円でしたっけ。2万2000円、2万ちょいやん。へえ、M、そう、サウスウェスト8、はい、サイトにこの無地が あるから、はい、まあ普通には SML で展開とかしてるのかな、はい、だからまあ俺は M だろうと、うん、勝手に思う。あ、これすげえかっこいい。勝手に思ったらでかいね。しかも白黒かっこいいな。これでかいね。欲しいな、スニーカーダンクで4000クーポン使って買おうかな。あ、これってこれなんですか、あれなんだね、ドローコード、ドローコードなんだね。あ、それも知らなかった。知らなかった。これを、これすいません、はい、リスで食いました。はい、はい、あの今普通に話してるから理解できますけど、はい、リスで食いました、もう訳が分かんない。え、リスで食いました、もう訳が分かんない。シュプリームふわっと好きな人なら分かるよ。え、なんですか、変えたことを食うっていうんですか。いや、俺今そこ、ごめん、そこは勝手に言っただけ。リスだから食ったよって言うだけ。リストックのことリスで通じる人ももう手だれっすよ、そんなの。え、みんないるでしょ、みんな言ってるじゃん。
いや、そのみんな誰を指してるんですか。ほとんどの人。少なくても僕の周りには一人もいないです。お前の周りは、はい、俺の周りもいねえよ。それをみんなって表現やめてもらっていいですか。そうだ、はい、まあでもちゃんと見てる方は通じると思うんで。あ、そうですね。リストックで購入できました。はい、はい、を略すとリスで食いました。いかれてる。でこいな、これもう一回。それちょっと後で吐かしてください。本当は、はい、もう一回、はい。想像つかなかったでしょ。これ買ったの。そうですね。だって先週何も言ってなかったですよね。そうして、ロンティーも正直言ったら、これ上下で買おうとしたのね。はい、ロンティーはあったのよ、はい、黒白ね、はい、いけたと思ったら、はい、ダメだった。ああ、そうなんですね、はい、残念です。残念です。はい、で、ウィーク10、ウィーク10いきましょうか。はい、まずこのSS 出るときからちょっとまあ跳ねるのかなと思ってたやつ、うん、フレイドロゴスデニムトラッカージャケット、はい、とそのボトムだね、はい、セットアップでございますが、はい、どうですか。いや、これ結構僕はいいですね。あの、着ないですよ絶対、シュプリームって書いてあるから。書いてあるか。これすごいですね。これジャガードで全部切ってんすかね。これジャガードで切ってんのこれ。うん、俺さ、俺も出た時さ、ほんと思ったけど、そうよく見たらさ、でこれほんとどうやってんだろうこれね。いや、わかんないですね。ジャガードジャガー、わかんねえな。俺もわかんないです。レーザー、まあいろいろなやり方あると思うけど。いや、けどこれ上から、切れてるわけじゃないですもんね。乗っかってるっすもんね、上に。これどうなってんだろうね。穴ではないですよ。穴ではないよね。はい。多分だから面になってるからジャガードなのかな。多分。それ、いや、インターシャとかデニムにできんのかな。いや、できない。これ襟の縁とかにもなってるから、この生地作ってますか、多分ジャガードだと思うんですよね。あ、襟の縁にもなってるもんね。はい。あ、したらジャガードかもしれない、ね。まあその辺はどっちもいいですね。いいか。はい。だから結構かっこいいなと思います。あ、これ？うん。着ないけど。うん。でも黒は着てもいいと思うね。いや。え？黒着るんだったら赤着ますね。マジで？はい。だけど着ないです、着ないです、どっちしろ。着ないです。これシュプリームって文字じゃなかったらいいですね。うん、俺やっぱ看板ショーの好きだからシュプリームって文字もいいと思うけどね。ただインディゴも結構色ちゃんとこう落としてあってかっこいいですね。あの、わざとらしくないもんね、うん、落とし方がね、うんうん、そう、これはいいんじゃないですか。はい。ボトムさ、ボトムはまあなんかシルエットの問題になってくると思うんでね。ボトム、はい、まあ、あとやっぱちょっとシュプリームってちょっと主張強すぎるっすよ。シュプリームなんだって、はい、いいじゃないですか。まあまあそれがいいんでしょうけど、僕はちょっとまだ早いし。お前ちょっとまだ早い。はい。次いっていいですか。はい。ツイルのオールドイングリッシュバーシティジャケット。はい。どう？これキルティングなんだ、また。マッチョが来てそうですね。あ、そうだね。これどうですか。いや。まあスポーツテストだから。うん。まあ僕は大丈夫です。大丈夫。はい。あなた大丈夫。はい。あなた大丈夫ですか。はい。まあ、うん、ちょっと分かんねえよ、この辺になってくると俺も。はい。そして次が、はい、ロロピアの生地使った、はい、ウールのセットアップスーツ。はい。どうですか、このネオンイエローがすごい目にバシバシきますが。そうっすね。これも どっかのやがらが着るって感じですか。いや、だから全然分かんないです。シュプリームでスーツが必要かっていうのと。でだからいいっていう人もいるよね、多分。うん、そうなんですね。これもう一つはこれ、何、千鳥格子のこれグレンチップなの、どっちなの。千鳥格子って書いてありますね。あ、千鳥格子って書いてある。あ、けど千鳥じゃないの、これグレンチップじゃん。あ、どっちなんですかね、わかんないです。なんか曖昧言ってるよね、はい、グレンチップと千鳥のね、うん、まあでもまあその系、うんうん、まあでもまあ数もそんな作ってないだろうから、はい、ただ速乾すんだろうこれね。なんですかね、うん、おそらく、まあ、このネオンイエローはちょっと試してみたいって言われるけどさ。はい。ダンディーなろうかな。ダンディなんすか、黄色って。黄色ってダンディなんすか。いや、ゲッツ。ああ、そっちだ。そっちのダンディーっすね。ゲッツね。わかりづらいな。え、わかりづらい。わかりづらい。はい。ちょっと傾向だけど、こっちは。最近なんかロロピアーナってすごい乱発されてるじゃないですか。されましたね。いや、だってもうあの、なんだっけ、ウィンウィンウィンも、あの、なんだっけ、あの、ロコンド。ロコンドがロロピアーナ推しで安く作ってるっていう。なんかロロピアーナってめっちゃ高い生地じゃないですか。そうだね、あのウルカシミア系の、うん、ねえ、なんか最近すごいよね。うん、なんか最近ちょっとロロピアーナなんか僕の中でこうあんまり
高い生地の意味が言いたいことは分かります、はい、多分残飯超売っちゃってんでしょうね。あとは要はやっぱ俺たち皮肉れてる言っていいですか、はい、次はね感謝つ感謝つ、はい、でもこれもセットアップになりますね。もともとはい、はい、まあこれもレギュラー陣なんで、はい、まあいつのゴマルチみたいなタイプなのかな、うん、シルエットはああはい、うん、とこのシャツとね、ああちょっとこれ面白いですね。パンツパンツ、はい、多分今ガラパンちょっとあれなんですかね、絶対お前言ってくると思ったよけど、あの履かないですよ、うん、はい、まあ、ちょっと響くかな、そうっすちょっと響いた、まあ別に悪くないかな、あおしゃれに着れる人いそうだなっていう、あこれはでもいるんじゃない、はい、うん、と思いますよ、はい、次がまたまたっていうか今期ね、はい、コラボやってるイギーポップ、ああこの間なんかキルティングのジャケットかなんかになんか出てね、はい、のそれと同じプリントだよ、どうなんですかね、のシャツと、まあ、一緒にやっちゃうけどショーツがありますね、はい、はい、こっちはまたん色がまた違うのか、生地も違うのかな、生地も違うっぽいですね、うん、そう、はい、ありますよ、はい、上下で、はい、どうですか、まあ大丈夫です、え大丈夫です、大丈夫、はい、本当、はい、で次が、はい、次すごいね、これストライプスウェーターベスト、これは本当に稀に見る黒男のミスねこれ超黒男だよね、はい、しかもジップなんだ、ジップだよこれね、ちゃんと見てなかったこれ、おしゃれなスケーターが着てたらかっこいいんでしょうね、これちょっとモヘアなのかね、どうなんすかねなんとなくモヘアではないんじゃないですか、モヘアじゃないか、うん、まあそんな感じ、はい、流すの、はい、流します、これにはもうなんか何も言うことがね難しすぎるだろうっていう、素人は手出すなよって話ですねまあね、はい、次が先週出なかったね、これね、ハンドスタイルフーデッドスウェットシャツ、はい、俺が BNB ネーション、BNB ネーションっていうナンバーとしたやつ、そうなんですか、うん、に似てるじゃんって、はい、はい、ですが、はい、どうですか、いやもう先週と同じです、先週と同じ、はい、流し、はい、次がプレードクルーネック、はい、これもセットアップだね、ショーツがございますけども、これって裏剣なんですか、これはどうなんでしょう、これは多分裏肝ですね、スウェットだ、コットンフリー素材なんで裏肝ですねいつものこれ、これプリントなんですかね、スウェットがこれプリントでしょ、多分中がだから裏肝が、いや白ベースにプリントってんじゃない、でここがエンブロイドになってるかな、シュプリントは そんなになんか悪くない、うん、パーカーが良かったな、まあ、すぐナイロンナイロンのまあいいや、はい、俺ねこのショーツはいいかなと思ってたよ、あショーパンね、はいはいはい、ただロゴの刺繍いらねえやろって、俺スウェットのショーツって履く時期がよく分かんないんですよね、履く時期分かんない、はい、正直言っていい、はい、難しいよですよね、うん、だって夏は暑いし、そう今着履いたら寒いし、いやだから今時期なんだ、レギンスに履くとかそういう感じなの、もうレギンスとか絶対履かないっすよ、お前はな、はい、俺履くからさ次に、はい、パッチのデニムベースボールジャージ、はい、これすごいね、そうっすね、これ骨でニューヨークってやってるのいいっすね、この骨のやつなんかいいっすね、あフロントこれさパッと見た時さズーヨークじゃんって思ったんだよこの骨のエンブロイド、ああそうなんすね、うん、なんかなんか通訳っぽいなみたいな、なんかこの感じはなんかちょっとバンズっぽさもあるっすよね、うん後ろ、うん、なんだこれ誰がやってるんでしたっけ、この骨で文字使ってるの何が有名でしたっけ、いや結構いろんな人やってるから、何が有名、誰が有名、なんか俺バンズってイメージあるな、これバンズってイメージがある、バンズじゃない多分ハードコアのバンドなのかな、ハードコアのバンド分かんないですけど、なんかそういう系僕のあんまりスーサイダルとかってこういう書体使うんですよ、スーサイダルこの書体じゃないなんだったっけ、まあ、けなんかそっち系じゃないですかね、僕ちょっと覚えてないですけど、覚えてない、はい、俺もわかんねえよなんかそんなような感じがあってかっこいいなと思いました、あの着ないですけどね絶対、これは俺もちょっと着ねえよ、はい、僕野球好きじゃないんで、え野球好きじゃないんで、っていうかこれ若い子でしょ基本的に、あそうなんですか、恐、うん、らく、はい、まあシュプリーム自体は、あ違うな、シュプリームおじさんがいっぱいいるからな、ん何毎週毎週シュプリームおじさんがシュプリームを活性化させてるんですもんね、そうなの、いやそりゃそうっすよ、大体みんなおじさんじゃないですか、シュプリームの YouTube やってるなんて、そう、あんまり見ねえからさ、えあんまり見ねえからさ、どうっすか、うん、大体おじさんっすよ、本当、はい、ってことは俺ってこと、まあ、星ちゃんもおじさんですし、僕もおじさんじゃないですか、うん、は
はい、何歳か僕もうおじさんじゃないですか。そうだね。だから多分その20代とかでシュプリーム YouTube やってるやついないですよね。あ、そうだね。いや、わかんないです。いるかもしれないですけど、僕は知らないです。俺も知らないです。僕が何人か知ってるやつは全員おじさんです。うん、俺も何人かしか知らないけどおじさんだね、はい、おそらく、はいはい、次いっていいですか。はい、まあこれ定番いきます、はい、スモールボックスの T シャツで、これバンダナ出てきましたね。はい、あのこれこのこれはこれ、ね、このバンダナ、バンダナ売れそう。これでもさ、ユイさ、お前が買ったあのライブグリーンがねえんだよ。何がそう、このバンダナ T。 ああ逆にサックス入ってきてますからね。そうなんだよ。はい、俺逆にこれライブグリーンなんでねえんだよ。これサックスでいいっすね。え、サックス、サックスがいい、うん、マジ。はい、あ、だからあのこれは今回は売れんじゃないですかね、バックじゃないから。まあこれ早いだろうね。なんならちょっとプレっちゃうんじゃないですか。プレるかね。いや、わかんないですけど。これちょっと狙ってみる。いや、俺は絶対いらないですよ。絶対いらない。絶対いらないです。ほんと。はい。あ、そう、これプレゼントとかでもらったらマジそいつ本当センスがねえなと思いますよ僕。いや、お前わかんねえよ。疑うっすわ。いや、お前わかんねえ。まあでもまあ定番の、まあね、はい、スモールボックスに、まあ、バンダナ柄が、はい、ね、加わったって感じなんで、うん、これはまあ売れるんだろうね。そうですよね、うん、はい。で次が、はい、また多分売れるだろうと、お前多分えって思うけど、うん、コットンシンチパンツ。また止まったけど。おお、コットンシンチパンツ、これが売れるんですか。これ毎回早いよ。あ、そうなの。俺も買わないけど。これ何がいいんですか。多分あんまりシュプリームでこういう定番的なパンツ出ないからじゃない。これ定番なんですか。なんか定番になってるよね最近。全然知らない。え、初めて見たっつってもいいぐらいです。いや、全然。おい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 、だから全く覚えてないですよ。お前の目に入んねえんだ。これ何がいいんだろうこれ。いや、普通ではないんじゃない。まあ定番じゃない、多分今は。あ、そうなん。多分ね。それちょっと僕は無知でした、すいません。ただこれ多分早いと思います。あ、そうなんですね、うん、おそらくね。へ、と思いますよ。はい、はい、来週楽しみですね、答え合わせが。答え、そうだね、はい、どうなるかね、はい、次もアクセサリーいきますね、うん、ゴンザレスのマーク・ゴンザレスの、はい、ニューエラ、うん、どう、うん、どう、大丈夫です。え、大丈夫です。これ大丈夫、はい、俺も大丈夫です。はい、次、あ、これもあんだね、キャップでね、フレードロデニムのキャンプキャップだけど、どうですか。まあ本当にこれ全部で着てる人がいたらちょっと勇気もらえますよね。いや、逆におしゃれじゃん。え、全部合わせて着て、すごくすごい、本当着こなしてる。靴何合わせるんですかね、そこで。はい、あとジジャのインナー。まあ最悪インナーは見えなくできるか。まあ、ね、はい、靴何合わせんだろう。そうだね、やっぱシュプリームのホースワンですかね。白のフォースワンじゃない。ああ、やばいな。やばいな。え、ちなみに白のフォースワン、あの日曜日出たんだよね。あ、そうなんですか。拾えませんでした。え、あの買えませんでした。そんな欲しいんですかあれ。え、ただ出たからやってみようかなと。ああ、はい、買えませんでした。はい、はい、次いっていいですか。はい、クラシックのシックスパネル、はい、もう定番です。はい、どうですか。もう本当に、うん、はい、もう本当に、はい。どういう意味、もう本当に。なんだろう、勘弁してくれっていう感じです、その質問自体を。勘弁してくれ、はい、それ意味、意味が分からない。もうお腹いっぱいです。お腹いっぱい、うん、次いっていい、うん、次が、あの、これなんだろう、クリプトライトって言うの、うん、の、これ何、鍵、鍵っす、うん、チャリの鍵か、チェーンか、チェーンロック。まあ、チャリなのかバイクなのかはどっちか分かんないですけど、まあ、まあ、両方使えるよね、うん、うん、これは速乾でしょうね。これ速乾だろうね。うん、これはだってみんな欲しがってんじゃないですか。多分これは速乾だと思う。けどこれ1枚ぐらいするんですよね。もっとすっか、どれぐらいするんだか分かんないけど、シュプリームが乗っかってるし。でもこれ、ここはワーナーのシュプリームがない、これ切れていくからね。なんかチェーンなのかな。なんかチェーンじゃないの多分。あ、チェーンだ、本当だ。だから珍しいな、ちょっと側からなくなってきたからさ。オールドスクールですね。中がなんかチェーンなのね、うん、そうね。次でいい、はい、次最後がこれ、はい、このエイプ柄のスケートボード、はい、デッキ、これもそうかな、ね、スケートデッキなんて昔すげえ残ってたイメージあるけど、最近ずっと早いじゃん。そうなんですね。うちらだからもうやりだしたぐらい早いよ。へえー、なくなるの、はい、うん、な感じですよ。でございますが、うん、今週は何を狙いますか。いや、もう本当に何もないな今回は。今週ウィークテンちょっと何もないね。あ、本当このなんかジージャン、あれだろ、あれ回すだけだろ。
いやだから、まあ、全然あの買う気にはならないですね、うん、まだいいかなと思うのは、あ、いいかなってことね、うん、そうだね。けどこのペイズリー柄の T シャツ、ミニボックス、サックスあたり、これは俺ちょっと TK が着てる未来が見えるですね。見える見える見えるっす、これはマジで。インスタあたりでちょろっと、うん、TK これ多分サックスあたり着ちゃうんじゃないかな。着ちゃう、うん、マジ、うん、これは着ちゃうだろうな。着ちゃうかね、うん、そうかね、はい、わかんねえけど、最近もうレイバンの広告がいっぱいインスタで上がってくるから、そう TK がね、そうなんですか、うん、TK すげえ上がってくるなと思って、レイバンの広告でね、はい、とりあえず今週は長くなっちゃったんでこんなもんでいいんじゃないでしょうか。そのもんですか。じゃあ今週ウィークテーマはちょっとお互いあんまりないということなんで、うんうん、できればチャンネル登録もしていただければ、はい、こんなんでも、はい、ということで、バイバーイ。あとマジで昨日僕前多分動画でも言ったんですけど、うん、ゾーンの DVD を楽しみにしてるっていう話したと思うんですよ、うん、昨日届いて、あ、届いた、届いて、あ、ゾーンの DVD が、たっけえ DVD が6000だけ、6、うん、なんか早めの割引で5500円ぐらいになってたんですけど、うん、あのねって分かんねえ、2時間半、うん、見た見た、うん、見た、超かっこよかった。知らねえよ。あれはすごかった。わかんねえから。すごかったっす。え？すごかったっす。そうなの？はい。あれマジで買った方がいい。ゾーン？うん。じゃあ俺ゾーンって女の子のバンド？昔あった。ああ、そのボケする人がよくいるんすよ。いや、いる？いるよね。この年だ。夏の終わり。そう。俺ベースの子好きだったけど。はい、きついですね。きつい。はい。いやーもうね。うん。何？ゾーンがすげえかっこよかったかっていうと、うん、まあまあかっこいいはかっこいいです、うん、基本的にすごいです、うん、いやもうね AK もかっこよかったし、うん、ボスもめちゃくちゃかっこよかったし、うん、でぶっちゃけアナーキーとか、うん、ノリキヨとかもめもちろんかっこいいんですよ、すごい、うん、ちょっとかすむぐらい、うん、もうゲストすごすぎて、あ、そういう感じなんだ。いやもうあんなのよく集めくれば、ね、レベルちげえと思ったし、ね、もうで最後のマッチョ、うん、もうマッチョのエリアエリアエグかった。そのマッチョじゃないあ、そのカスマッチョじゃない、本物マッチョ、うん、超かっこよかったっす。あ、そう、はい、そうだ、はい、っていうっていう、はい、シュプリームなんかよりとりあえず今回はゾウの武道館のライブ、そうなの、うん、これは買った方がいいかなと。あ、そう、はい、まあ俺はチケット買ったんですよ。これちょっとスニアガの原口くんに怒られるかもしれないけど、はい、わがままだけやっていうね、はい、ちょっとこの間先週お前に聞かせたけど、これきついっすって言ってお前が言った。ああ、来たらかかってたやつ。俺がパスポートからなんか知らないけど わがままだけやっていうね、うん、なんか引き出して、はい、したらずっと聞き出しちゃったの、うん、T シャツというかそのサイト見てたら、はい、メインボーカルの方の T シャツが出たんで、うん、ポチりました。それだけです。